はい、皆さんこんにちは。本日なんですけど、富裕層向けマーケティングについてを話そうと思います。やっぱ僕らリサーチームっていうサービスもやっていましてですね、で消費者調査とかをできますよっていうサービスやってるし、まあ僕らのクライアントも比較的マス向けの商品をやっているクライアントが多いんで、普段はあんまりこういうのやってないんですけど、一方で時々さ、こういう人って調査できますかみたいな、あるやん。5億円以上の豪邸に住んでるとかさ、ピカソの絵持ってるみたいな。いや、できねえよ。できねえ。どこにいるのかわかんねえ。みたいな感じじゃん。で、これってなんか別に何も、俺らだけではなくてさ、世の中的にも結構難しい。いわゆる富裕層と呼ばれてるような人って、別に調査にも協力しないしさ。そんな調査に協力して6000円もらったところであんま意味がないじゃん。ってなってくると、世の中にはたくさん富裕層というものがいるのはなんかみんな理解してるんだけど、実態がどうなってるのかっていうのはわからないんだよね。しかもそういう富裕層に対してビジネスやってるルイ・ヴィトン、の会社の人はさ、別に富裕層じゃないわけよ。富裕層に売ってるけど富裕層じゃないから、なるほど、インサイト分かってるかって言ったら難しいよね、うん、っていうのがあるんで、なんかここに対するソリューションがずっとないなみたいなのはなかなかと思ってたんですよ。でかつ今後はなんかこう富裕層向けビジネスってすごい多分発展すると思ってるんだよね。まあ今だってそうだけどさ、世の中マジで二極化していくと思ってるから、なんか今後こうお金持ちを捕まえるみたいなニュアンスが増えていくと思うんだよな。なんか超ラグジュアリーサービスかもうマスプレミアムなものに落ち着いていくと思ってるから。という意味でなんかずっと富裕層やりたいなみたいなことはなんか3年ぐらい思ってたんだけど、この度ですね、ハースト婦人画報社という会社があるんですけど、まあ、これ今外資系なんですが、これ1905年からやっていて、まあ、つまり120年ぐらいもうやってる歴史ある会社なんですけど、富裕層の人が読むようなメディアをたくさんやってるんだよね。いわゆるラグジュアリーブランドとかが、一番お金かけてるような雑誌だよね。へー。そこに出すことがまあ価値であり。はい、そこに出てることが意味があるんだというふうなもので、まあ、まさに富裕層たちに向けたメディアという形だけどね、ビジネスをもう125年やってきましたよっていう会社さんなわけだ。だからその彼らにとっての広告主っていうのは、そのラグジュアリーブランドのフェンディだとか、ルイ・ヴィトンだとか、あとは不動産系だとか、あとはエティハド航空の何ファーストクラスだとか、まあ、そういうのがクライアントなわけだけど、つまり彼らはインサイト持ってるんだよね。っていうので、まあ、ハーストさんと、縁があって、おつながりになることが最近できまして。で、僕がこういう課題意識言ったら、いや、それって多分本当にそうなんですよね、と。で、僕らたくさんそういうの分かってるんですよって話になったんで、じゃあ一緒に富裕層向けのビジネスをやってるクライアントさんに対して、なんかインサイト提供みたいなものが今後していけるといいですね、みたいなことを話していて。そんなこんなから、じゃあ、まずやろうとしてるのは、富裕層のインサイト調査の、アシスタント。てか、アシストを一緒にやろうっていうので、もし今見てくださってる方で、富裕層向けのビジネスをやっている、もしくはやってみたいと思っていて、富裕層向けビジネスに。だけど、なんか取っかかりがない、何から始めればわからない、いいかわからない、とか、なんかこういうレポートがないと何かの判断しようがない。富士経済とか矢野経済とかの富裕相談とかってないからね、あんまり。そういうのが欲しいという方がいらっしゃったら、我々は、ハーストさんと一緒に、業務提携してるので、一緒にその富裕層向けにダイレクトに声聞いて、訂正も定量もできますんで、やっていこうと思っていてですね。で、これは僕らビジネス2ラグジュアリーって呼んでるんだけど、B2L って呼んでるんだけど、そう、ビジネス2ラグジュアリーの支援事業っていうのを始めましたんで、ぜひもしご興味があれば、冷やかしでもいいので、ちょっとお問い合わせいただければというふうに思います。ちょっとお問い合わせのリンクとか、下に貼っときますけど。で、これがそうなんだけど、まあ、とはいえ、じゃあどんなものなのよというのがわからないと意味が、始まらないかなと思ったんで、実際に調査しました。富裕層の居住空間に関する、住まいに関する意識調査レポートを、しまして、2000人ぐらいかな、ちょっと人数忘れたけど、に調査して、それをホワイトペーパーという形でレポートでまとめて、ハーストさんと一緒にこの前出したの。で、それはもう読売とか、日経とかにもまあ取り上げられたんだけど、まあでももっと見てくださってる方に、別にビフェスビジネス今やってなくてもいいと思ってるしね。でも知ってほしいなっていうことで、ちょっとホワイトペーパーの触りの部分を今日ご紹介できればというふうに思います。そう、さっきまで富裕層富裕層って言ってたんだけど、今回ね、僕らね、ラグジュアリー消費者っていうふうに定義してるんだよね。これ何かっつうと、今回調査してみて、一番分かったのはね、お金持ってるってことじゃん、富裕層って、はい。富裕層ってお金持ってるってことなんだけど、お金持ってる人とお金使う人って違うんだよね。お金を使う人とお金を持ってる人って違くて、例えばさ、ウォーレン・バフェットさんってさ、世界で一番金持ちだみたいな金持ちだけどさ、全然金使わないらしいんだよ。マクドナルドしか食べないそういう人にさ、別に企業としてはさ、アプローチしてもあんまりお金得られない。だから大事なのは、お金持ってるっていうのは、まあ、もちろん大事なんだけど、それ以上に、お金を使うという消費性向が活発な人っていうのにちゃんとターゲットをして話を聞くことが重要なんだね。はい、富裕層の日本的な定義って、流動資産を5億円以上持ってるってことなんだけど、こうやって持ってるっていう指標じゃん。だって僕らが今回やったのは、100万円以上の支出を年間に何回行ってるかっていう項目でセグメントしたの。へぇ、面白い。金めっちゃ使うぜっていうやつ。一番使う人とか100万円以上の支出をなんか年間に、しかも不動産とかじゃないよ。20回とか。20何回とか。
まあ、書いてたりするんで、そういう人たちがどういう人たちなのかっていうのがやっぱ見れるのがさ、面白いじゃない。で、特に今回はですね、これちょっと、将来的に衣食住って全部やっていこうと思ったんだけど、まずは住から、家からやろうと思っていて、家に関する調査を今回はさせていただきましたよ。ラグジュアリー消費者という消費性向の高い富裕層女性セグメントの、これもね、重要で、俺らさ、金持ちって言うとさ、おっさん思い浮かべるやん。ぶっちゃけ。じゃないですよ。財布の紐を握ってるのはどんなご家庭も奥様なんですよ。まあもちろんその人自身がお金持ちっていうのもあるかもしれないけど、例えば家とか、車とかって、まあ車ちょっと違うかな、家とかって、女性がこういう家にしたい、こういうのにしたい、こうしたい、こうしたいって言って、それを実現していくっていうものだから、その実はなんかこう、家における一番の重要なキーオピニオンリーダーって女性なんでね。なるほど。っていう話であるとか、住まい家のあれで、みんな住んでるんだけど、もう今まさになんか住居をさらに買い替えようとしてるとかがめっちゃ多かったりとか、もちろん賃貸派と持ち家派でいくという持ち家派が多かったりとか、あと意外だったのは一軒家派が多いんだよね。意外。うん。まあ、でもそれやっぱ土地がついてくるっていうのがでかいんじゃない？ あと自分の家を自分の理想通りにカスタマイズしてる。なるほど。そのマンションとかだと思う。そうそう、決まっちゃってるからね。っていうのを見て、俺今、一軒家買おうとしてる。あれ見せなかったっけ？俺が買おうとして一軒家。見てない。マジで富裕層。港区から離れちゃうのは残念なんですけど、ちょっと一軒家にしようかな。猫も2匹いるし。うん、確かに。セカンドハウスを持ってる人が 46% いる。セカンドハウスやん、ね、やばで、セカンドハウスを選ぶ基準は何ですかって言ったら、大きな駅であることとか。だから自分の家は郊外の一軒家に建ててんだけど、セカンドハウスはなんか都内のいつでも泊まれるところに建ててるとか。そういうのもね、結構あったり。面白いよ。あと、ハウスメーカーで建ててるか、建築士で建ててるかとかね。うん。そんなようなことをやらせていただいて。で、まあ、保証立てとしては、まあ、ごちそうやっぱ、ハーストさんは結構こう、メディアなんで、彼女はラグジュアリー消費者。あなたの住まいについて全て教えてください。彼女が住まいに対して担うものみたいな感じで、まあ、なっております。で、これはまあ、全部載っていったって、まあ、ここ最初ちょっと僕がコメントとか書いたりしてるんだけれども、富裕層の分布とかさ、ほら、一戸建て派が 48.6%。なんかイメージマンションじゃん。マンション、ね。金持ちって。マンションでなんかワイン飲んでるイメージだけど、全然違う。ほんまもんの金持ちは一軒家に住んでんやろ、みたいな。都会では機能重視のマンション、将来は梅ビニール別荘とかさ。なんかね、なんて言ったらいいのかな、丁寧かつ便利な暮らしを求めてるなって感じがしてね。つまり、丁寧とか、まあ静かか。で、丁寧な暮らしをするとさ、都内には住めないじゃん。うるさいし。だけど、郊外に行っちゃったりとか、その軽井沢とか行っちゃうと不便じゃん。っていうのを実現するために、セカンドハウスは便利なところに置いて、自分の本ちゃんの家は郊外に置いてとか、なんか結構そういうのが垣間見られますね。俺のこういうね、こういうデータをこう、ぴょんぴょんぴょんとたくさんこう、取らせていただきましたんで。なかなか見たらおもろいんちゃうんかいということですよ。いや、なかなか大変だったんだから意外にやるの。めちゃめちゃアップです。めっちゃ多いっすね。ちょいっしょ。ということで、全部で50枚ぐらい？はい、50枚ぐらいのレポートになっていて。まあ、もし読んで興味あれば、こういったような、これは今回ちょっとより広くというか、広く一般的にインサイトを取ろうということで書かせてもらいましたけど、はい、例えば特定のハウスメーカーさんとか、富裕層向けビジネスやってる人が自分たちのためのレポートを作ってくれとか、もしくはこういうのが知りたいから一緒にプランニングしてくれとかいうのあったら、こう問い合わせもあったら、僕らハーストさんと一緒にがっつりあなたのためのレポート作らせていただくんで、ご興味あればぜひご参加ください。じゃあよろしく。